こんにちは、グランピーです。今日はですね、この最近何かと話題のオールシティの、ジグザグですねが、完成者が入荷してまいりましたので、この紹介をしたいと思います。この間、フレームの紹介をしたんですけども、今回入ってきたのは、完成車105で組まれた完成車の46サイズです。で、前回のフレームはちなみに49で、入ってきてます。で、カラーはフレームと違ってこの紫のグラデーションですね。フロント側は綺麗なメタリック系で、後半に行くにつれソリッドの淡い紫、ラベンダーというかに変わっていきます。で、この自転車なんですけど、ロードバイクというか、ロードバイクなんですけど、ちょっと太いタイヤが入りますね。フォークは CX フォークなんで結構太いタイヤが入ります。で、フレーム自体は 35C まで、入るので、グラベルもいけるし、これが28サイズなんで、この28であればロードバイクとして乗ることもできるし、グラベルバイクも走れるしっていう感じですね。で、ちょっと結構間隔が狭いので、割とぶっといのはちょっと入らないかなという感じですね。シャキシャキ走れるので、こう反応が良い感じで、いろんなところを走っていけるバイクじゃないかなと思います。で、今回のもこれ実はもう、売約済みでして、これからちょこちょこっとカスタムもしていきます。で、ちょっと今このバーテープ巻いたのは、今からまたポジション出しをしたりカスタムしていくのはちょっと今回まだ巻いてないですけど、カスタムとしてはちょっと今より太いタイヤ、 35C くらいのタイヤを入れて、で、この方女性なので、あの純正のチェーンリングが大きいので、これを少し小さいものに変更していきます。で、実はこれグラインデューロに出たいということで、購入いただきまして、グラインデューロを快適に走れる自転車になるんじゃないかなと思っております。なので、あとこれからはシクロクロスも始まってるんで、ちょっと太いタイヤ入るんで、なんならシクロクロスも出れちゃうよっていう遊びぐらいなら十分走れるかなという感じのバイクになっております。で、今回これが46なんですけど、これからまた、49と52っていうサイズが入ってきてます。で、国内在庫がもうほとんどないので、ないというかもうほとんどというかもうほぼないです。で、次回の入庫ちょっと未定なようなので、ちょっと気になる方はお早めにお問い合わせいただけるといいなと思います。はい、色が綺麗でちょっと結構軽い、ちょっとまだ ちゃんと重さ測ってないんですけど、割と軽い、本当ロードバイクといった感じのオールシティの新しいジグザグです。はい、なのでこれ結構気になってる方はお早めにご連絡いただければと思います。待ってます。